おいらじ、ごにあわせ、レインボーマス。おい、集まっとんな。いつもの俺だから、そう、見せつけられてぞ。そんなもんやってないぞ、俺。おい、今日それでくれんの、俺帰るぞ。はい、ありがとうございます。登場させていただきました。ありがとうございます。で、ありがとうの加入、ありがとうちゃうね、ありがとうございます、レインボーマッスル加入、はい、おめでとう、ありがとうございます。ベンチプレス100キロ以上やからね、レインボーマッスル入んの最低限な、厳しいっすよね。何キロ？僕145っす。何キロ？僕200。そろそろ卒業やね。200超えたら卒業だ。よろしくね。今日はどういう、なんか、なんどういう感じでいく？一人、はい、前来たじゃないですか、うん、なんでその子が結構、うん、MC モトルめっちゃ好きで、はい、俺たちゴキアースでレインボーマッスル、ガスだよそれ。もうちょっと寿司だもん、中小にあげてくるよ。レインボーマッスルじゃん。ガガ考えてる。なるほどね。プロです。プロ一回譲ったよ。結構な、まあはっきりどうぞ、はい、どうぞ。どうぞ。今はい、まあ今日は、はい、まあ MC バトルめっちゃ好きな子がおるということで、いるらしいね、はい、うん、本来はメンバー3人で、ね、MC バトル中もパンプアップしてるんで、マジですか、うん、まあ、MC バトルはもう俺のパンプアップみたいな感じなんで、格言っすね、はい、で俺が登場するんですよね。あ、そうです、あ、そうです、いきなり。そうです、で今日は今井くんはもう登場しましょう、いらんやろ。そうっすね、でも登場できる、これドアの部分なんです、人入れるかそれ。え、そうです。一応レインボーマッスルで押し込んだら、はい、うん、確かにレインボーマッスルで押し込んだら、押し込んで体の形変わる、一回できるかどうか。ちょ、だってあんな狭いとこに座ってたレインボーマッスルしたらすぐ入るんじゃん。どうせで首寝違えてるんだよ。ほんまに寝てたんすか。寝てたあん時、寝てたん、確かに。一回入れんかったか、一回入るよ。あ、もういけるいける、はい、いけるいける、あ、いける、ミスあるし、じゃあもう狭いわ、ね、すいません、はい、めちゃくちゃ申し訳ないです。オッケーオッケー、これ俺また寝違えるぞ、首の角度的に。じゃ寝てるお前。寝てないやろ。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと怖かったですね、すいません、ちょっと見ました。何しよったんすか。何しよった、はい、何しよった、ピンチ大体してません。足取りですか。足取りはしてました、昨日から。昨日から今まで、はい、やばすぎでしょ、やばすぎでしょ。18時間ぐらい。あ、でも浦さんが言ったら嘘じゃなくなるんで。え、まだ浦さん聞いたんすか、あれ。あの、え、トレーニング中ですか。トレーニング中、トレーニング中はずっと MC バトルでトレーニングします。当たり前じゃないですか。え、何のやつでしたっけ。病気やん。え、オートリティです。オートリティが一生大きいです。オートリティのどこ、いつのやつ聞いてるんですか。僕は2018が一番好きです。 UMB ヤシドオーソリティを、はい、もうひたすらイヤホンで聞いたんですか。はい、30回ぐらいリピート延々にこうしながら筋トレしたんですか。してます。何もやばい。それが聞かないですか。でも最近のやつもあったっすよね。最近のバトルですか。凱旋とかで、うん、やってたっすね。あ、最近は撮ったっすね。確かに。あ、ガンマのやつですか。あ、そうですね、出てたじゃないですか、チャンネル。はいはい、ね、どうやったんですか。生でやっていきました。まあ、はい、そのまんま、そのまんま、はい、動画で見てる感じのまんますね、うん、朝。いや、ほんまにもうなんか全然なかったですね、裏の手。そうなんですか。はい、ほんまにそのまんま。バトル見たっすか。バトル見たっすよ。まだ見たっすよ。あ、全部クソ盛り上がったっす。いい勝負、いい勝負、はい、いい勝負でしょ。いい勝負やったっす。え、めちゃめちゃ良かったでしょ。いや、アンセンドの圧勝でしょ。アンセンドの圧勝でしょ。いや、アンセンドの圧勝でしょ。え、圧勝さん。いや、アンセンドの圧勝でしょ。え、圧勝さん。チャンス。いやでも盛り上がりって言ったら、はい、だいぶ持っていったっす。どっちが勝っても、うん、おかしないですね。絶対あれじゃないですか、あの、うん、直接会ったからなんか勝ってるじゃないですか。いや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 とか言わんとください。結構勝ってるでしょ、あのコビ打ってるでしょ、コビ。いや、マジでチャンス。だいぶ良かったですね。そんな好きでしたか。絶対あれだから好きなんだ。いや、もう全然ハズさんとかだって特に昔から聞いたことですもんね。はい、ダイブバトル。ダイブバトル聞いたことないですよ。昔からでも僕が見とったっすよ。じゃあ、フリーバトルスタイルあれですか、好きやったっすか。まだですか。うまいなと思ってたんですか。もううまいなと思って聞いたことない。僕も思ってました。聞いたことない。まあでも、おやつだいぶ見てるっすもんね、バトル。はい、かなりいろんな見てるっすか。勝てるっすか。勝
出るっすか、バトルしたら。そうですね、ワンチャンあるかもしれないさ、ワンチャンあるかもしれないさ、ワンチャンあるかもしれないさ、もしかしたらあるかもしれないさ。即興でいきます。大丈夫かお前。大丈夫。なんで俺は想像してるな。な。いや、僕めっちゃ尊敬してる。いや、尊敬してるんですよ。うんうんうん。え？いや。え？大丈夫ですか？え、全然いけんけど。大丈夫か？いや、こいつ。多分、今日で死ぬっすよね。え、今日で死ぬというか、お前多分街歩いたら石投げる。うん。街ぐるぐる。だから寝た方がいいで。うん、こいつ石投げてください。歩いてて見かけたら、この顔にピンと来たら。青そうで俺の試合、俺買ってるから、あれ。お前、耳潰れてんじゃん。お前、頭おかしいんだ。俺、どこが負けてんじゃん。確かに。な、俺勝ってたよな。勝ってます、勝ってます。めちゃめちゃ勝ってます。ありがとう。会場はもう全部持っていってましたね。あれ会場で記者でって俺買ってるから。全員やろ。えそれ当たり前やろ。誰でも勝つわ。俺でも勝てるんじゃん。どう、青鶴って好きな？好きや、まあ好きっすけど。どこが好きな？いや、ダイバーサイス。見た目。見た目好きね。そうなんすよ。見た目。じゃあな、キンチよ。じゃあな、メダルも赤い。ミッキーくん。そっち系よ、もう。うん。見た目で好きな。見た目でバトルラッパー選ぶ。だいぶ珍しい。だいぶ浅いですね。浅いっすね。浅いな。何も見てなかったっす。浅すぎるな。全く何も見てなかったっす。浅せやな。浅せ。どう？誰好きな MC バトルで一番。いや、でも実際、ムートンさんとか、あの辺聞いてるっす。2018年がずっと好きなんですよ。まあそうやな、みんなその辺がやっぱ好きじゃん。2018年の俺は一番好きっすね。ほんま一番好きっすね。誰のやつやっけ。2018年、知らん。2018って何。俺高校生じゃん。お前10、3、4、5、6やから18歳やから。エンターの次ちゃん。あ、俺が KOK で西日本代表になった時や。俺が西日本で代表になった時、来てたん？そうっすね、行ってました、しっかり。誰に声出してたん？そう、もうガノマさん。予選も行ってたん？ファンクさんやったっけ？全部行ってました。ファンクさんと決勝。決勝やったよな。あれ、熱かった試合や。あれ、だいぶ熱かった。バリーいい試合やったよな、あれ。めっちゃ熱かったっす。え、勝ってた？いや、ファンクさんには。はい。勝ったしな。てかもう、勝って、もう圧勝やったっすね。うん、勝ったしなっていうのもあるし、ほんまにそうやしな。勝ったしな。え、ボイボイさんはあれ勝ってたよ。勝ってました。うん。2018年。まあ今の KOK 良くなったけど。うん。うん。昔はね。うん。KOK の、2018年、俺とゴミさんの試合、あれ若者潰すやつやんだ。若者潰し。今のこと一緒やから。そうですよ。うん。最近のあれっすか。若者潰されたから。1対6で。もう1対3000くらい。3000。公開処刑があんの。なんだお前。え、でもなんか、ボディビルで経験残してる？いい経験。経験。日本12位っす。そうっすね。一応。日本12位。一応。じゃあベスト8までは入ってないね。弱い。俺基本ベスト8入るからさ。うん。すごい敗談と、ベスラだったっすね。うん、確かにそうっすね。日本12位って。焦ったっす。え、それなんなん日本12位って。その1対1とかじゃないんや。そうっすね。みんなで。みんな、地区から上がってきた人たちが全国で戦ってんだよ。え、今んとこ誰が今一番いい筋肉してんの？一番っすね。へぇ。日本12位なんで。いや、俺一番ムキムキやと思う。俺も、マチャより。違うよな。一般人からの。目線と全然ちゃうよな。いや、なんかそのトータルで、そうっすね。身長とか、はい。の、ちょっと高いんで、筋肉量一番多いと思います。筋肉量一番多い？身長と体重。身長と体重の。いったら。そうなんですよ。でも今ので結構縮んだっすね。ちょっとびっくりしたんで。だいぶ食らってたそんで。確かに。バトル勝てるって。うん、気ぃつけてね。言いすぎやな。浅すぎだな。浅すぎやな。もうちょいパンプアップした方がいいよ。そうですね。ちょっともうちょい行きたいな。あと MC バンドで聞いてやらん方がいい。そんなはずやつもあるやん。今日加入する？テストするじゃん。したいです。そうっす。100キロ。
そうですね、スケヨーか、レインボーマッスル、レインボーマッスル、はい、カニ100キロやから、レインボーマッスル、え、100キロいける、いける、いけたら、加入、うん、加入させてあげる、はい、で、加入テストします、100キロから、どうぞ、10発です、うん、10発、10発、はい、1、2、3、4、上げてるね、6、7、8、9、10、すごいやん、行くね、加入おめでとう、加入おめでとう、ナイスマッスル、俺たち5人合わせてレインボーマッスル